在日米軍か日本の自衛隊か分かんないけど、どっかが撒いてんだよ。とにかく空にあの飛行機雲がずっと消えないのはケムトレイルで、すぐ消えるのはその水蒸気だから、あの飛行機雲ってなるんだけども、前ツイッターとか邪魔するバカが来てね、あのなんかわけわからん、あれ本当に自分でそう思ってるのそれでいいよ。だからケムトレイルを言っただけでね、ごちゃごちゃ書いてくる人いたんだよ。私はそう思ってるんじゃなくて、ニュースで見たか知ってるんだよって言ったら、わけのわからんこう本持ってきて、こういう本があるんです、知らないの、あんたバカじゃないって言われたんだよね。だからあんた工作員でしょって私言ったんだけど、あのでそのケムトレイルっていうのは、その2012年ぐらいだったかな、あのアメリカの方であの飛行機であの自分の国でね、自分の人を使って人体実験してたんだよね。で普通のニュース出てたんだよ、別に、ね、隠されてはいなかったんだよね。まあテレビで言わなかったけど、ネットニュースでは出てたんだよ。でなんか空から糸が降ってくるわって言ったわけ、こうして糸が、で糸が降ってくるこれなんだって言ったら炭素繊維ってなってたんだよ。その時ニュース出てたんだけど、自分の国の人で実験をしてたの、田舎の方の地域で。だから陰謀論じゃないよって言ったの、ね、またそういう本が出てるじゃない、ケムトレイルについても出てるしね、別に隠されてるわけじゃない。だから花粉症だねとか鼻水出るねって言ったらケムトレイルね。でケムトレイル巻いた日、ケムトレイル巻いた次の日は雨が降るんだけど、なおかつ雨が降っただけじゃなく花粉症にもなるし、人工地震が起きる可能性がある装置でもあるんだよね、ケムトレイルっていうのはね。だから自分で空見たらいいよね。今も出てないからな、ここね2016、7、8年すごかった。今2023年までひどかったかな、空がもう、空がね、ケムトレイルだらけだったよ、だらけだったよ。空見たらいいんだよ。最近の空はちょっとケムトレイル私のとこ見ないね。1月2月3月まではケムトレイルあいつら巻いてたよ、在日米軍か、日本の自衛隊なのか知らないけど、ね、JAL か知らない、 JAL はね確かねケムトレイル持ってたんだよね。飛行機からすんごい煙出てるシーンが今もツイッター上にあるじゃない。ケムトレイルって調べたらいいよ、自分でね。自分で調べないと陰謀論で言いますからね、うん、日本人の悪い癖は義務教育は日教祖だから、結局自分で調べないで受け身だけを生活してて、トルマン計画のようにスケベの話とエンタメしか人は集まんないというようにしてきてるわけ、これってね。これがねやっぱ宗教みたいにね、脳の波形が悪いんだなと分かってる。なんか早くね、その自分で調べる能力を持ってほしいなと思って、陰謀論で一つ片付けるんじゃなくてね、陰謀論で片付けるの簡単だけど、被害に遭ってからね、いやそれはやっぱそうだったんだって言ったって遅いんだよね。この私はさっき夕方も出した、それ打つなよって言った時に陰謀論って言ってたんで、昔は私はしてたから、陰謀論じゃないの知ってるからね、人を減らす装置だってしてたんだよね。人を減らす装置だって言ってるのにさ、みんな、ね、SNS ではさ陰謀論で片付けるね、きったね悪魔やなと思うんだよね。その大衆でやってる打ち子っていうやつがあって、ツイッターとか SNS の世論操作してるやつがね、昨日逮捕されたね、大阪の方で。SNS の打ち子っていうバイトの人が捕まった、大量にね。そいつらが世論操作で、そして中国人だったんだけどね。中国のやつは本当悪魔でね、全部じゃないんだけど、そういうアルバイトしたやつおったんよ。世論操作するために、ツイッターの世論操作するためにスマホいっぱい持ってて、でここにいいねいいねいいねいっぱい押すバイトの人がおるんだよね。それでね世論操作していくんだって、それが世論操作バイトって言うんだけど、昔は新聞でね、朝日新聞がね戦争作ったんだけども、戦争世論作ったんで、朝日新聞っていうのはね。だから朝日新聞って闇ですよ、悪魔ですけど、その戦争後に東日本は東の太陽、西は西日本の太陽にマーク変えたんだよね。東条英機さんは戦争したくなかったんだけど、世論を作ったのは、CIA とか結局皇居なんだけどね、皇居が原爆作ってたわけよ、昭和のやつがね、昭和11年の話なんだけどね。で最初にそう明治天皇がそう売買してたんだよね、まずね、女性の売買をしてたんだよね、はっきり言うとね、うん、
で、リー一族だから日本人でも何でもないんだよね。